2年前の1月覚えてます？2015年1月、1月の16日から安倍さんがね、中東歴訪しました。そしてエジプトに行って、あの有名な演説をしましたね。アイシルと戦う、アイシルってイスラム国ですけど、イスラム国と戦う周辺各国に2億ドルの支援をいたします、世界に高らかに宣言しました。実はその陰で後藤健二さん、前の年からね、イスラム国に捕まってました。安倍さんは知ってました。私たちは知りませんでした。安倍さんじゃない、後藤さんの奥さんは一生懸命後藤さんを返してくださいとイスラム国と交渉してました。安倍政権は外務省に対して一切身代金交渉に応じるな、厳命を下してました。他の国はみんな裏交渉してたくさんの人質を取り返していました。でも安倍さんは許しませんでした。そして中東に行ってあの演説をしました。宣戦布告ですよね。すぐにイスラム国が反応しました。安倍は我々の聖なる戦いに参戦して十字軍の側についた。そしてそのビデオを、後藤さんのねビデオを公開しました。1月20日でした。びっくりしました。これじゃあ後藤さん見殺しにしようとしてるのと同じですよ、そう思いました。テレビで安倍さんのやったことを批判するコメンテーターがいました。でも1日か2日で消えました。画面からいなくなりました。そして情報番組のメインキャスターが口々に叫び始めました。今安倍さんはテロリストと戦っている、大事な時だ。そんな時に安倍批判をするのはテロリストを利することだ、お前はテロリストか。私たちは心を一つにして安倍さんを応援しようじゃないか、そう言ったんですよ。私はこれは大変なことになったと思いました。日本中が安倍さんを批判できない、そういう空間に変わってしまう、それが一つ。それからもう一つ、世界中に安倍さんが間違ったメッセージを送ってしまった。日本はアメリカと一緒に中東で戦争する国だ。これまで70年培って作ってきた平和ブランド、これを完全にぶち壊した時です。野党は共闘、野党は共闘、野党は共闘、ありがとうございました。それでは4党の皆さんにもう一度盛大な拍手をお願いいたします。市民の力で、野党共闘を推し進め、ぜひ次回選挙では、安倍政権を、退陣に追い込みましょう。よろしくお願いいたします。皆さん気をつけて、4キロよろしくお願いいたします。いってらっしゃい。